皆さんこんにちは、トマヤです。皆さん恋愛はしてますか？僕はね、してません。ってことで今日ですね、25歳の工場作業員、社会人の恋愛事情について語ってみたいと思います。イエイ。あんまりね、僕も恋愛が得意ではないんですけど、まあ、遊びに行くことはね、ちらほらあっても、やっぱりね、恋愛になるって結構難しいなって思ってるんですけど、でね、気持ちを伝えるのがやっぱり苦手なので、僕自身ね、恋愛には発展しにくいんですけど、例えばいい感じになったとしても最後の一言が言えないとか、まあ優柔不断でね、この人でいいのかなとか考えとったらもう相手にされなくなって終わってるとかね、まあ、そういうパターンもちらほらあって、まあ、僕はね、恋愛がどちらかというと苦手なんですけど、恋愛して落ち込むぐらいやったらもう一人でおった方が楽やなぐらいのタイプではあるんですけど、皆さんが気になるのはやっぱりね、出会いですよね。出会いについて語っていきたいと思います。まあ職場によってね、女性が少ない職場、多い職場があって、でね、僕自身女性とどこで出会うかっていうと、もうね、職場か居酒屋しかないんですよね。職場の人とご飯行ったことはないですね。僕はないです。社会人になってから職場の人とはね、関係を持たないようにしてるんですけど、で居酒屋とかが多いですよね。例えば、まあ、女性がね苦手やったんですけど、二十歳ぐらいまでほんまにね、緊張して女性と喋れなくて、まあ、それが嫌でね、こう上司に相談したら、僕が二十歳の時の多分50歳ぐらいの人なんで、マチコンを勧められて、マチコンに行ったりとか、あと相席屋行ったりとか、あとはね、まあ居酒屋とかで、たまにね、声もかけてもらえるし、喋りやすそうな人だったら自分も声かけるしって感じで、人数で言うと、まあ30人か40人ぐらいの人は、まあ遊びに行ってるのかな。付き合ったのが一人なんで、まあ、本当に僕の性格はね、友達にはなりやすいけど、恋愛に発展しないなっていう性格なんで、まあどうにかしてね、皆さんにアドバイスをもらえたら嬉しいですね。あとは結婚についてなんですけど、もうね、同級生もやっぱ結婚を考えたりとか、結婚してる人もちらほらいるんですけど、僕は30歳までに自分の会社ビジネスを作りたいっていうのを目標にしてるので、まあ結婚はね、考えてないですね。彼女は欲しいと思ってるんですけど、まあ中途半端にね、付き合って別れるぐらいだったら一人でね、やっていこうかなっていうのは思ってますね。人にね、時間を使うってことは本当に体力いることなんで、あとはね、別れたくないんですよね、付き合ったら。まあ長いこと、まあ大切にしたいなと思ってるんで、付き合うからには、まあ付き合うまでも大切にしないといけないんですけど、付き合ってから大切にしたいんですけど、まあ結婚とかも考えれる状態ではないので、まあ彼女はね、自然にできたらいいかなぐらいでいますね。まあ、それがね、モテない原因なんですけど、まあ皆さんはマッチングアプリしますか？僕はね、全くしないですね。めっちゃ苦手で、女性に文章を送るとか気使いすぎて、もうね、何送ったらいいのかわからなくて、苦手なんですけど、だからね、一人も会ったことないですね、マッチングアプリに関しては。皆さんの恋愛事情とかも聞かせてください。なんていうのかな、マチコン、相席や、あとはそんなにね、おすすめはしないけど、まあ、ガールズバーとか、まあ付き合いで行ったキャバクララウンジの子とか、そこら辺はね、まあ、ちょこちょこあるんですけど、やっぱりね、プロを相手にするってことなんで、僕はね、こうされてるだけやし、なんかこう気持ちのこもってない営業トークに感じるので、あんまりね、好きではないんですけど、お金が減っていくなぐらいで、ちょっと飲みに行ってもやっぱ1万ぐらいしますしね。まあその場楽しかったらいいんですけど、まあ、その場だけの関係の人が多いのかなって思っちゃうんで、あんまり楽しめないんですけど、まあ、そこからね、付き合ったり結婚する方もいるんで、まあ、本当にいいかなと思いますし、見てたらね、例えばキャバクララウンジ、ガールズバーとかね、まあ、ガールズバーとかは一般的にね、学生さんとかが多いんで、まあ、恋愛に発展しやすそうやなっていうのは思うんですけど、まあ、キャバクララウンジに関しては本当にまあ営業やなみたいな感じるので、僕はね、学生時代に恋愛しとったらよかったなと思いますね。めちゃくちゃもう出会いがなさすぎてね、酒飲んだ状態で会ってるから、あんまりね、おすすめもしないですしね。どうなの、まあいい人がいたらね、ほんまに一緒にいたいなぐらいで、難しいですよね、恋愛って。まあ、最近ね、ライブ配信でよく恋愛とか聞かれるんですけど、僕自身も4年間ね、彼女いないので、どうなんでしょうね。無理に付き合ったらなんかね、いい人に出会えない気がして、マッチングアプリとかはしないんですけど、そのダラダラさが4年間も彼女いない理由かなと思ってて、
本当にいい人がいたら逆にちゃんとこうアタックして付き合っとかないと、本当にねこの人いいなって思った女性はすぐ他の人と付き合ってるんで、本当にいいなと思ったらアタックするのが僕はおすすめかなと思います。まあ、そんな感じで恋愛ベテラン25歳工場作業員の社会人って出会いがあるのっていう話でしたね。モテてる人はね、めちゃくちゃ出会いがあるなと思うんですけど、僕みたいに恋愛が苦手な人とかは、まあ本当にないので、自分から行かないと。だから自分から行くからチャラいとかじゃないと思うんですけど、自分から行くのも大事なんですけど、まあ勇気を持てないっていうのが、僕自身ね、課題ではあるので、まあ一生独身でもいいと思うんですけどね、一人でもやっていこうと思ってるので、でね、一人暮らし8年目なんでね、逆に人と合わせるのもしんどくなってきたぐらいなんですけど、これを言い出すとね、まだ相手にされてる時にちょっと相手を見つけとかんと、まあ後で苦労するなとは思ってるので頑張ります。ってことで、皆さん恋愛のコツとかね、こういう感じの子がいいのかなとか、まあ居酒屋とかで出会うよりはマッチングアプリの方がいいっていうのを聞きますけどね、お金がねそんなに余裕あるわけではないので、金銭面でしっかりしてる女性と長くおりたいですよね。どうしてもね、お金の面が雑と時間を守らないとか約束守らない人と一緒にやりたくないですね。まあ、そんな感じで本当にね、何の組み立てもない適当に話しただけの話なんですけど、まあこれからもね頑張っていきたいと思います。ってことで、僕の彼女になってくれる人はコメントしてください。ちょこちょこね DM とかも来るんですけど、僕はビビリなんで、まあ、絶対会わないですね。まあ、本当に直接ね会っていい人がいたら付き合いたいなと思ってます。ありがとうございました。